源氏物語、源氏物語の登場人物、大海の、君、大海の君とは、源氏物語に登場する架空の人物。玉かずら十条を中心に登場する頭十条の、娘であり、同じ玉かずら十条において様々に称賛される、玉かずらと対比される、笑わ,われ役である。この人物と同じく、源氏物語世界の中での笑わ,われ役である。 源の天授や末つむ花と比べても飛び抜けた、笑わ,われ役である。ライバルである光源氏に、評判の娘である玉かずらがいることを羨んだ、内大臣は探し出した娘である。大江の君の名はこの人物が、大江の国で見つかったことに由来する。顔立ちは父親によく似ており、親しみやすく愛嬌のある顔立ちである。その育ちゆえに、非常な早口であるなど、 貴族的な教養に欠けており、父親の期待に反して周囲から物笑いの種となる。玉かずらにはとても対抗できず、自身の評判を落とすことにしかならないと考えられたことから、父の内大臣に疎まれ、衣服の姉にあたる古記伝用語の召使いにつけられる。少子になることを望み、便所掃除までも行ったが、それらが逆に余計に兄弟からも疎まれる要因となった。 同じカシラ中将の娘である玉カズラと繰り返し、退避されるが、同じように、カシラ中将の娘であり、同じように遠離れた地で、身分の低い者たちの中で育ちながら、光源氏のもとにいる玉カズラは、人々から称賛され、内大臣のもとにいる。この、大見の君は笑い者になり続けるが、このような二人の娘に対する、 人々の評価の差はそのまま親である光源氏と内大臣の格の差をよく表すものであるとされることもある。またこの、大海の君が登場する、玉から十らにおいては、大海の君の父である内大臣は、玉からが自分の娘であることをずっと後になって、初めて知らされたにもかかわらず、光源氏に感謝したり、受代させようとしていた娘の雲蛛の狩りについても、 光カ氏の長男である夕ーと両思い関係であることが明らかになって、最初は夕ーのことを諦めさせて予定通り受胎させようとしたものの、最終的には受胎を諦めて夕ーと結ばれることを認めることになるなど、思い通りにならないことの多い愚かな人物として描かれている。この人物のモデルについては、紫式部の夫、藤原信隆の愛人と考えられる、 近江の神の娘と呼ばれている人物など、近江と呼ばれた何人かの女が考えられている。近江の君は、最初に登場する場面と最後に登場する場面において、スゴロクをしているなど、この近江の君はしばしばスゴロクと結びつけて描かれている。スゴロクそのものは、妻へ退去した光源氏の邸宅に備えられた、調度品の一つにもなどと並んで挙げられているなど、 貴族の遊びの一つとして存在はしていたと見られるものの、源氏物語の主要な登場人物の中でスゴロクに興じる姿が描かれているのは、この、オーミの君に限られている。スゴロクは、当時の貴族の趣味としては存在はしたものの上品な趣味とはされていなかったと見られる存在であり、オーミの君が繰り返しスゴロクに興じている姿を描かれることが、この、 大江の君が貶めた評価を受ける理由づけの一つにされていると見られる。この人物は、常夏巻における光源氏とその息子夕霧との会話の中で落葉に例えられている。源氏物語の中で落葉に例えられている人物としては、通常は落葉宮と呼ばれている、須坂三角の女二宮であり、最初に柏木の妻となり、柏木の死後、 夕霧妻となった人物が知られている。この人物が、落葉宮と呼ばれているのは、柏木が当初須坂巫門の女、三宮を妻にすることを願ったが必ず、代わってその姉である女、二宮を妻にした者の,の女三宮への思いを、忘れることができず自分の妻となった女二宮に、失望して、落葉に例えたことに由来するものである。この、 落葉宮と大江の君とを比べてみると、共にといった共通点があり、この二人の人物は対比されるべき位置づけを与えられているのではないかとされている。大江の君は直接には以下の巻で登場し、本文中ではそれぞれ以下のように表記されている。光源氏の友人であり、ライバルでもある頭中将の娘である。ただし正式な婚姻関係にある女性との愛の子ではなく、いわゆる、 楽院である。母親についての記述は、ほとんどなく、おとりばらと記されていることから性質である。右大臣の四の君はもちろん即室と言うる。存在であった、玉かずらの母である優顔などと比べてもかなり身分は、低かったと見られる。ただし、大海の君の出産の際に僧侶が産屋に詰めている。ことや一応は、うばがいたことなどから見て、全くの庶民ではないと考えられるものの、 その母親も早くに亡くし、下人の間で育ったとされる。頭中将が、光源氏に、評判の娘である玉カがいるのを、羨んでいたところ夢見により、自分にも娘がいるのを知り、手を尽くして探したところない大臣の長男、柏木によって、大海の国で見出された。父親の期待に反して早口であるなど姫気味としての、教養がなくあまりに、 姫君らしくない大海の君の処遇に思い悩む。そこで、長女国旗伝女吾のもとに、行儀見ならへ出すことを決めたが、女吾へ送られた分も和歌も、尻滅裂な出来で、女房たちの失笑を買うのだった。大海の君のよろしくない噂は人々へと広がってゆく。父の内大臣は、大海の君の悪評について、母の大海や逃げをこぼす大海の君の悪評を耳に、した玉かずらは、 光る源氏に引き取られた自身の幸福をしみじみと感じ、光る源氏に心を開いてゆく。それに対して、大見の君は玉かずらばかりが誰からも大切にされるのを羨んで、ますます周囲にからかわれた夕霧に化うの歌を送るが、それがまたトンチンんな内容であったために余計に笑い者になる。すごろくで、明石の二君の幸運にあやかろうとして、 赤子の二訓や赤子の二訓と呪文のような言葉を唱えている。ありがとうございます。